毎日健康 SS ランク4体配合生活、本日もやっていきましょう。シドーとオルゴデミーラとブンドルドとイボイノスでジェノシド。これご覧の通りあれだよ、シドーの、まあ、強化バージョンみたいな立ち位置なのかな。俺初めて見るわ。竜王とかゾーマとかデスピサロとかにもそういう進化枠みたいのいいんだよね。てかこいつあれか、シドーが賢さ系なのにこいつは攻撃力の方が高いんだ。変だね。変だねっていうのもおかしいけど、パワー系になっちゃったんだ、進化して。で、問題はスキルなんで、俺もね、かなり勉強してね、本当に必要なものの、そして必要でないもの、まあ、なんだろう、場合場合によって違うんだけどね、とりあえず即死ブレイク絶対いらない、で、凍てつかども運ゲーだからいらない、ギガキラー必須、闇の波動も運ゲーだからいらない、強ボディ、強ボディもね、能力だけ見たらさ、最大 HP の3倍以上減るために自分の能力値を3上げるだから強いんだけど、基本的にね、殴り合うことがもうないんだよね。やられるかやられないか。だから、その前にあれだわ、超ギガボディをメガボディにしよう。もう4マスだと使えないから、で即死ブレイクを AI2 回行動、闇の波動をギガキラー、闇ブレイクが強い。時々冥界の霧を、これも強いんだよな。天地雷鳴詞。体術系の特技が効きやすくなる。で、こいつ物理でしょ？じゃ、これ必須か。秘めたる力。4ラウンド目いこうか。闇ブレイク消すわ。闇ブレイク消して、全ガードブレイク。あらゆる特技が効きやすくなる。ただし消費 MP が 1.5 倍になる。もうつけらんないぞ。他にでもつけるやつは？そこまでか。常にアタカンタもね、もう敵が強すぎてテンションも溜めてくるから意味ないんだよな。だからこれでいいと思うわ。完成で、スキルだな。ジェノシドサンダーブレスグランドクロス。意外と物理技覚えないね。そうか、物理技はこっちで用意してあげなきゃいけないのか。ないぞ。あ、ギガブレイク。あ、イボイノスは？イボイノスもがっつり物理か。深海の守護者もいらない。そうか。守備力アップ3。HP アップ SP。まあ、とりあえず何でもいいからつけてこう。で、ここに攻撃力アップ SP を証でつけてあげればいいじゃん。見た目だよ、問題は。なんか、チップ、これ。で、攻撃力アップ SP の証をジェノシドーに深海の守護者を忘れさせて覚えさせると。完璧。イッタブルとアウルートとデスピサロとミルドラースでサイコピサロ。もう全然違うじゃん。なんだこいつ。こいつも攻撃か。そうか、俺魔法全般さ、かなり育ててるからさ、ちょっとあれだね。ついにここで俺は物理に行くのか。で、ノーマルボディにする。もうね、俺の、なんだろう、戦い方だと、合体して4マスになるのが、もう当たり前だったんだけど、マデュラー社、マデュラージャカ、あいつの2回目とかの戦い見るとね、特性で、なんだっけ、怪しい瞳だっけ、確定で眠るを助かってくんの。眠り体制、無効でも眠っちゃうのよ。だからもう、1キャラだけじゃ、どうしようもないと。はい。どうしようもないです。ロケットスタートあるか。これもね、強いらしいんだよ。やられる前にやるだから、もう一気に攻撃力をぶち上げて、2ターンとかで倒す勢いで、そうか。AI2 回行動。1枠だと特性が全然つけらんないんだよね。ひとまず行動遅い、なくすか。あ、ちょっと待って。あ、これ揃ってる。行動遅い、亡者の失念、リー・ザオラルで、なんか、亡者の失念が死んでも耐えるやつなの。で、耐え終わった後にリー・ザオラルで復活するみたいなコンボができるらしいんだけど、小賢しいからやめるか。うん、本当に、無理になったらやろう。ちょっとそれはね、今んところ小賢しいわ、俺の中で。全ガードプラス、秘めたる力とロケットスタートがもう相性クソ悪だから、入れるならなんだ。
強ボディにしとくか。自分の HP が最大 HP の3分の1を減るために自分の力士を3種類上げる。うん、強ボディでいくわ。これでいいでしょう。これ全然見た目が想像つかねえな。サイコピサロ絶対レイドビッグバン。うん、なるほど。いや、スキルあんま強そうじゃないな。捨ててもいいレベルだな。攻撃が高いんでしょ。攻撃だとデスピサロは、うん、微妙いな。ウルベアマシン兵は絶対入れる。で、黒き花婿のアイアンゲイザー、守備力依存の技なんだけど、守備力どうだったっけ、忘れちゃったな。まあ、どうせ入れるもんないな。花婿入れて守備力アップ3。ミルドラース、凍てつかはほんと自動 HP 回復かな。魔法系は多分いらないんだよな。いやー、ここはちょっとミルドラースでいきますね。え、なにこれ、これデスピタロがなんかあれじゃん、マスクかぶっただけじゃん。これさ、え、ジェノシドーク何があったの、このホルムは。どうした、お前こんなチンポチンポからドラゴンさ生やしちゃって、何がしたいの。わあ、来たわ。ここにね、キャプテンクローっていうクリア後に戦えるやつがいるらしい。え、人間じゃん。我が名はクロー、7つの海を股にかけた海賊だった。しかし、ある魔物使いでの戦いに敗れ、多くの仲間を失って海賊を辞めたのだ。これも1か2なの。その私に何か用か、見れば貴様も魔物使いのようだな。貴様も私と戦いに来たのか。はい。やはり魔物使いとは戦う運命のようだな。よかろう、かかってくるがよい。え、これ人間にしか見えないんだけど。魔物なの、君も。ダイオウイカ釣れてる。モンスターマスターなのか。サイコキサロと、あれ？あ、ガルゴ、ゴルバを合体して、やっぱ2枠だとステータス低いな。22でどうだろう。どうにかなるか。とりあえず、お前らには、お前らに技を打ってもらって、どれが強い技なのか、まずは見極めたいな。俺がね、打つ技よりね、こいつらがやった方がね、いい説あるんだよな。そうだな、一旦任せるわ。ロケットスタート。眠り弱点になった。あー、呪いのルーレットおじさんが休み弱点、運ゲーだな。あー、そっか、2枠だと999までしか食らわないのか。まあでもどっちにしろ多分ね、1000ちょっとしか入んないから、これはいいと思うんだよね。自動 HP 回復いい味出してる。サンダーブレス、ちょっと頑張ってよ。マヒおじさん、なるほどね。呪いのルーレットで相手の弱点を変えて、まあ、運ゲーでその弱点になったら、焼けつく息とかでやってくるやつだ。グランドクロー弱点、グランドクロス弱点だったけど、そんなだったね。一応物理技なんだけどな。まあ、打っておくか。お前は天照ゴーランザンをひたすら打ってればいいわ。弱すぎない？キングモーモンとかさ、あの、2戦目のマデュラージャとかに比べたら超弱いんだけど。今日もマデュラージャ行ってみるか。もうあれから何回か行ってっけど全部負けてんだよな。テンプルブロー、え？下げ下げチョップ。テンション奪うやつか。え？これマジ？え？なんか特性をちゃんと使わないのであれば、あ、強ボディ来た。普通にさ、あれじゃね、4枠の方が強くねって思うんだけど、そんなことない。なんかあんまりさ、敵の攻撃もあれだしね、ブレてないっていうの。1匹1匹に行かないじゃん。どっちも2匹に来ちゃうから、整ってない状態だとあれかもしんないな。サミダリギ、ねえな、そんな、そんなことしちゃうの？やばい。あぶね、セーフ。あー、なんだこいつ、4回行動か。まあ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 、こいつ多分テンション貯める系してないから、常にアタカンタ、メタルキングなんて持ってきちゃった、間違って。常にアタカンタで、
全部弾けると思うわ。こんな風にね、メタルキング一瞬で死んでるし。無理だよ。こいつは全部無効だからね、状態異常系。呪いのルーレットでなんない限りは麻痺弱点だったわ。よし、弱い。めっちゃ弱え。くっ、やはり私は勝てないのか。そうだ、この強さなら。貴様の力を見込んで頼みたいことがある。実はここへ来る途中の世界で魔物に襲われ、大切な海図をなくしてしまったのだ。海図は6つに破れ、風に乗って飛んでいった。こことは違う大きなビルがある世界だった。今頃誰かに拾われているだろう。頼む、海図のかけらを探してくれないか。で、まさかのヒントこれしかないっていうね。で、これで、毎日なんか海図とかを集めて、こいつを仲間にできるっぽいね。なら、あれと一緒だわ。神田だとか、キングモーモンとか、あいつらを前に戦って仲間にするパティーンだから。あと、あれだ。なんか、魔王軍の残党を倒してさ、ゲットした、古文書みたいなやつあったじゃん。あれね、センタービル地下1階の地位牛に話しかけると、交換してもらえるっぽい。こいつか、地位牛って。そうだ。これはどうも、はじめまして。僕は、考古学者のロボロー。世界中を旅しながらモンスターのルーツを調べているんですよ。ティコさんに手伝いを頼まれてきたのですが、この世界はとてもすごいところじゃないですか。時空が歪んでいるために別の世界で繋がりやすいなんて研究場所に最適です。調べたところ、この星にはモンスターのルーツをまとめた書物が存在するとか。お願いです。どっかで見つけたらぜひ僕に書物を譲ってください。すごい！滅竜の古文書上巻と滅竜の古文書下巻が揃ってる。ちなみに配信で、魔王軍の残党は普通に弱かったから全員ぶっ倒した。お願いです。それらを譲ってください。お礼にトーポを差し上げます。トーポ。なんだトーポって。ありがとうございます。あなたはなんて素敵な人なんだ。では、お礼のモンスターを差し上げます。まあ、SS ランクだろうな。え？あ、これあれじゃん！ドラクエ8のネズミじゃん！そうだよね。すごい！マガツの古文書上巻とマガツの古文書下巻が揃ってる。お願いです。それらを譲ってください。お礼にスライムファミリーを差し上げます。へぇー。4匹ぐらい仲間にできそうだな。いっぱい持ってるはず、古文書は。え、なにこれ？ランク S だ。もうお前これ3枠とかじゃなくて、お前16マスぐらいにしろよ。ランク S、ヘルクラウド、お城だ。ホロボス、なにこいつ？指導味を感じるね。軍人、トガミ姫、うわー、これ絶対ドラクエ10じゃん。こういうモンスター大体ドラクエ10なんだよ。ちょっとさ、みんなにさ、マジでマデュラーサの強さを見していい？こいつね、本当に頭おかしいの。5回倒すと第2形態に移行してくれるんだけど、で、今2回目じゃん。で、2、3、4、5でどんどん能力値が上がっていくんだって。で、まだ2回ですら勝てないと。本当にこいつね、めちゃくちゃ強いの。何から入るかな。とりあえず、瞑想から入ろうか。相手の方が素早さ早いから、怪しい人見てた！これ！これ合体特性で発動するときと発動しないときがあるんだけど、発動すると防ぐ方法はない。あ、一応あるんだっけな、なんか。ハードボイルドっていう合体特性なら眠らないらしい。で、もう眠ったから何にもできませんよと。で、そしたらもう合体解除して、次に繋げるしかないから。で、なんかそのハードボイルドっていうのは眠りは防げるんだけど、なんかテンプテーションっていう絶対相手が混乱する技と、もう一つ雷神っていう絶対に相手が麻痺するやつもやってくるらしいの。え、あ、そうだこれ。しかもあれだわ。スタンバイモンスター出せないんだ。メインのモンスターしか。強すぎない？ちょっとあれだね。怪しい瞳が飛んでこなかった世界線の戦いも見せたい。あれね、合体特性で超稀に発動するスキルのはずなんだけど、こいつはなんかもう本当に3回に1回とか2回に1回とか必ず飛んでくる。ほらね。おーい、しかもテンション上げてしっかり、アタカンタと魔法カンタの対策もしてくるよっていう。負けと。どうなってんだおい！もはや怪しい人に関係ないね。手投げるちょっと内容薄いけどこんなもんかな。次回マデュラージャー倒すわ。何個かね、倒す特性みたいのはね、教えてもらってるんだけど、ちょっとね、咀嚼なんだよね。さっき説明したモージャー、リー・ザオラもそうなんだけど、もうな、どっちかって言うと、あそこら辺はね、ゲームクリア特性みたいな感じで俺の中になっちゃってるから、
ちょっと俺流で攻撃力全開にして2ターンぐらいで倒したろうっていうモンスターを今作成してるから、次回ぶっ倒すところからで、さらば。